長田のオークス長田のオークスは、三重県鈴鹿市南名護町に自生するクスノキである。1851年の地市、勢い国権文集には、川野郡北堀江村の西方にあるクスノキを、大木神社と言い,い、敷内の社であると記されていることから、かつてはこの木そのものが神社として、人々に誤持されていたと考えられている。周囲を広大な田園に囲まれているため見通しが良く、 一本の巨大なクスノがそびえるその姿を遠くからでも目にすることができる。近鉄名古屋線の名古の裏駅と三田駅のほぼ中間、名古屋線が県道の高架橋の下を潜る、貨車の西方に位置し、名古屋線を走る列車の車窓からも眺めることができる。神社としての感情の年代や事情はわかっていない。元々の社は川の軍府村座線塚にあったとされ、 関営年間にこの地へ遷座されたという。演技式では、式内社勝社に列する。1867年に、渡来県鈴鹿郡第三区の豪社に、1873年に、尊社列格となる。その後、祭神は近くにある、主木神社、久々しいよいよ神社、飯野神社へと合志され、神社としての役割を終える。は、現在、宗教法人、 主記神社所有、1963年1月11日に、三重県の天然記念物に指定された。木の根元周辺は小高い丘になっており、環境保全のため丘一面が藁で覆われていると、同時に周囲を低い柵で囲まれている。木の南側には、ここが神社であることを示す石標があり、その手前には日本の灯籠と金銭を供するための、さ銭箱があるが、 その他の備え物を建て祭る社や祠などはない。1959年の伊勢湾台風によって、木の東側の枝張りが失われたこともあり、近年その樹勢の衰えが心配されているため、周囲の土壌改良や枯れ枝の除去、切断面の処理などの対策が行われている。ありがとうございます。